おいや、どうも、IG でございます。本日なんですけども、エンバペ招集外へ、ついに市場に出るのかということで、いや、これはマジで、パリ・サンジェルマンのジャパンツアーに申し込んだ人は、キリアン・エンバペこと爆速亀太郎 CEO 先生がね、来日されないということですので、CEO 先生が見たかった方っていうのは、かなり悔しいというか、マジで残念だったんじゃないかなと思います。サッカーにはね、移籍がつきものとはいえ、まあ、ほとんどプロモーションでもさ、中心人物みたいな感じだったじゃん。多分、パリ・サンジェルマンのチケット、バルセロナのチケットもね、まあまあしたし、安くないと思いますので、エンバペを楽しみにしてたファンの方々は、本当にかわいそうっていうか、同情しようかなと思います。まあ、そのファンの方々はね、ちょっとマジで残念だったとは思いますけども、ついにエンバペ招集外ということみたいですので、日本のね、欧州サッカーの情報系で一番エンバペをね、扱ってるチャンネルですので、まあ今回はね、この騒動について話していこうかなと思います。ちなみにね、今回のエンバペ招集外、エンリケさんもね、我々と同じタイミングで知ることになったと、マルカが報じておりましたので、僕らと同様にエンリケさんもね、被害者ということですから、まあそこはね、強めのサプライズだったということにして、ファンの方々はね、あ、エンリケも一緒だったんだと思えば多分気が楽になると思いますから、マジで元気出してほしいなと思います。まあ今回ね、この動画見れば、まあここ直近、2日ぐらいの、エンバペの動向とパリ・サンジェルマンの動向というのはよくわかると思いますので、最後まで見ていただけたら、まあ大体エンバペの現在のことはよくわかると思います。それでは行きましょう。Let's go!この夏のエンバペとパリ・サンジェルマンの争いに関しては、ほとんど、てか多分全部動画になっているので、詳しく話さず、詳しいことを知りたいよ、動画見てないよって方はね、過去動画を見ることをお勧めしますので、まあ簡単にね、この夏のエンバペ騒動について話してしまいますと、これまでエンバペはパリ・サンジェルマンに対して非常に甘やかされておりましたが、エンバペはこの夏、パリ・サンジェルマンと契約延長をしないということを、パリ・サンジェルマンだけでなく、フランス紙レキップにも送り、エンバペが今シーズン契約延長を行わないということを全世界に表明することとなりました。それだけでなくエンバペはクラブ批判も行ったことで、パリ・サンジェルマンの上層部は激怒し、エンバペに対してこの夏に退団をするのか、はたまた契約延長をしてパリ・サンジェルマンに残るのか、この2択をエンバペに突きつけることとなりました。しかしエンバペはその2択を迫られましたが、契約延長しないしない。この夏に退団しないしない。俺は今シーズン残ってパリ・サンジェルマンで頑張って、来シーズンフリーに移籍するんだということをパリ・サンジェルマンに伝え、パリ・サンジェルマン上層部は激怒。そして最終的にパリ・サンジェルマンの上層部はアジアでのプレシーズンツアーにエンバペを参加させないことを発表。そのためエンバペはワイナルドゥムらと共にパリに残留し、戦力外たちと練習を行っていくこととなりました。この流れを見ていくとパリ・サンジェルマンはここから本格的にエンバペを放出するんじゃないかなという状況でございます。ちなみにパリ・サンジェルマンのフロント陣営がなぜこのような行動に出たかというと、パリ・サンジェルマン上層部はエンバペが来季フリーでマドリーへ移籍することをマドリーと合意したからじゃないかと勘ぐったからこのような行動に出たということみたいでございます。まあ日本でね、一番この流れを追ってる身からすると、この招集外はね、エンバペがパリ・サンジェルマンに残って本気でパリ・サンジェルマンをチャンピオンズリーグ優勝に導きたいのであれば、契約延長の条項はね、7月31日までとなっておりますので、契約延長、お前本当に CL 優勝に導きたいんならするよなっていうメッセージでもあったんじゃないかなと思います。またエンリケ監督はね、このことを知らなかったみたいですが、まあ早めにね、エンバペがいないならいないで、そういう戦術作ると思いますし、エンバペがいるならいるでね、また戦術が変わってくると思いますので、エンリケ監督のことを思うと、エンバペの去就というのは早めに決まってほしい問題なんじゃないかなと思います。まあ、これは2年連続というか、まあ昨シーズンはね、なんかほとんど逆転契約延長っていう感じだったので、なんか2年連続で似たようなことは起きておりますが、内容は変わってくるのかなとも思いました。まあしかし、こんなことをね、2年連続もやるのであれば、マドリーがね、移籍金を払ってエンバペを獲得しようと動いていた時に、パリ・サンジェルマンはエンバペを売ってしまうのが一番損をせず、むしろ得をするやり方だったのかなとも思います。マドリーがエンバペを獲得するためにパリ・サンジェルマンに対して高額なオファーを出していた時期を振り返っていきますと、その時期は2022年の夏となっており、パリ・サンジェルマンは公の場でマドリーからのオファーはなかったと伝えておりますけども、アスレティック曰くマドリーはパリ・サンジェルマンに対して3回もオファーを出していたみたいです。そのオファー見ていきますと、最初のオファーは1億6000万ユーロ、そして2度目のオファーは1億7000万ユーロで、3度目のオファーは移籍最終日となっており、そのオファーはなんとネイマールの移籍金を超える2億2200万ユーロ超えのオファーを出していたみたいです。この夏、振り返ると、エンバペはね、パリ・サンジェルマンに対して、これまでお世話になったパリ・サンジェルマンさんに移籍金を残したいんや。なあ、レオナルド、ワイを退団させてくれって言ってたんで、結果論ですが、この時が本当にエンバペの一番の売り時だったと思いますし、この時にに売却を行っていれば、マドリーとしてもウェイヨー、パリ・サンジェルマンもウェイヨーで、エンバペもウェイヨーだったと思いますから、全員がエンバペが移籍することによって幸せになれたんじゃないかなと思ってしまいました。まあでも2022年の夏を振り返るとね、メッシ加入初年度ですし、メッシ、エンバペ、ネイマールでチャンピオンズリーグ優勝を狙いたいっていうパリ・サンジェルマンの気持ちはわかるから、2億2200万ユーロを超えるオファーが来たとしても、それを無視する気持ちもなんとなくわかりますし、この3人でチャンピオンズリーグ優勝できたらね、本当に最高だったと思いますので、あの時売らなかったのにバカだったなみたいなこと僕は言いましたけども、本当に結果論に過ぎないのかなと思いました。また、マドリーもね、エンバペを獲得できませんでしたけども、ビニシウスとベンゼマが覚醒したことによって、チャンピオンズリーグもラリーガもしっかり優勝してますし、エンバペがいるパリ・サンジェルマンにチャンピオンズリーグにてしっかり勝利してますから、この時期に売ればよかったっていうのは結果論なのかなと思います。まあでも、その時期に売れず、パリ・サンジェルマンは結局、チャンピオンズリーグ優勝できないという感じになり、その次の夏、エンバペとパリ・サンジェルマンは契約延長をして、エンバペは残ることになりましたが、契約延長によってエンバペはね、チームの事情に口出しする権利を得たという感じになり、それまでエンバペのことを僕のチャンネルではね、爆速亀太郎と呼んでおりましたけども、一応 CEO 先生がつくという感じになりました。しかし、エンバペがね、希望した選手というのは誰一人も取ることができず、ルイス・カンポスにね、エンバペは裏切られたと感じてたみたいなので、定期的にエンバペはパリ・サンジェルマンに対して不満を爆発させており、チャンピオンズリーグもね、一応グループステージは突破することができましたが、バイエルンに敗れることとなってしまい、最終的に昨シーズンのエンバペとパリ・サンジェルマンというのは、ピッチ内で話題を作るかというよりかは、ピッチ外で問題を作っただけのお騒がせチーム、キリアン・ジェルマンみたいな感じになってたので、本当に2022年の夏に売って、移籍金もらって、メッシが来たのであれば、メッシでチャンピオンズリーグ優勝を叶えるチームを作るべきだったのかなと、改めて思ってしまいました。移籍金2億2200万ユーロ以上を使って、メッシでチャンピオンズリーグ優勝するチームを作るというのは、個人的には面白かったと思いますし、そういう世界戦も見てみたかったなと思ってしまいました。ちょっとね、話が過去に戻りすぎましたし、それまくったので、主役のエンバペの方に話を戻していこうかなと思います。エンバペはとりあえず、プレシーズン2は招集外という扱いを受けてしまいましたが、今回の事件、パリ・サンジェルマンとエンバペ、どちらが上の立場にいるかというと、エンバペの方が上という状況ですので、エンバペはパリ・サンジェルマンに残留しようと思えば、できるという状況になっております。なので、パリ・サンジェルマンはこのようなことをしましたが、エンバペに対して、移籍してくんねえかと頼むことしかできない状況となっており、主導権はエンバペにあるという状況でございます。とはいえね、エンバペがパリ・サンジェルマンに残って全くリスクがないのかというと、そういうわけではなく、もちろんね、ボーナスやお金はもらえるとは思うんですけども、パリ・サンジェルマンがエンバペを1年間マジで干すということも選択肢としてありえますし、プレシーズンツアーに招集してないということは、全然そのようなことを行う可能性は高いと思います。そうなると、エンバペは非常に若い選手とはいえ、1年間を棒に振ることになりますから、試合感を完全に失うということになってしまいます。また、フランス代表でね、現在キャプテンを務めておりますけども、さすがに試合に出ていないとなると、招集されることはなくなると思いますし、ここ最近の行動で、フランス国内での人気が落ちているということから、エンバペがお金のために、本当にパリ・サンジェルマンに残留するのであれば、ぶっちゃけサウジアラビアのクラブに移籍した方が、1年間棒に振ることと天秤にかけると、マシになるんじゃないかなと思います。だからパリ・サンジェルマンとエンバペ、どっちが上の立場なのっていうと、エンバペだけども、エンバペは移籍するしかないよねっていう状況でもあると思います。せっかくなんでエンバペの移籍金の方を考えていきますと、一応これまでの報道だと、パリ・サンジェルマンはエンバペの移籍金に関して、最低でも2億ユーロは欲しいぜっていうスタンスでやってきておりました。しかし現在この額を払えるクラブがあるかというと、サウジアラビアのクラブしかないという状況になっており、エンバペがサウジアラビアのクラブにこの年で移籍するかっていうと、現実的ではないため、パリ・サンジェルマンはエンバペを2億ユーロで売るというのを、諦めるんじゃないかなと思っております。また夏の移籍市場はね、開幕前や序盤ではなく、ぶっちゃけ中盤、ないしちょっと終盤寄りに差し掛かっております。そのことを考えると、ほとんどの主要クラブが移籍金を使っておりますので、2億ユーロもここから使えるクラブが本当にあるかというと、現実問題ないんじゃないかなと思われます。なので、もう完全に僕の感覚にはなってしまうんですが、エンバペの移籍金というのは、マックスでも1億5000万ユーロ、ないし最低1億2000万ユーロぐらいになっちゃうんじゃないかなと思っております。ぶっちゃけこれぐらいの価格じゃないと、この夏の移籍市場でエンバペは移籍できないと思いますし、エンバペをね、このまま残留させたとして、干したとしても、ただただパリ・サンジェルマンはお金を払うだけということになりますので、これぐらいの額で売れたら、万々歳というか、いいんじゃないかなっていう感じに落ち着くと思ってます。マジで今回の件に関しては別にパリ・サンジェルマンのことは好きでもなんでもないですけども、パリ・サンジェルマン立場が弱すぎぎてかわいそうだな。ないし、移籍1億8000万ユーロぐらいで獲得したわけじゃないですか。だから、エムバペを獲得したことによってね、チャンピオンズリーグ優勝することもできてないですし、移籍金もね、回収できないということになれば、ちょっとかわいそうだなとも思ってしまいます。まあ、これに関してはね、かわいそうだとは思うけども、パリ・サンジェルマンのフロント陣営は高く売ろうと思えば売ることができた時期があったので、まあ、しゃあないことでもあるのかなとも思ってます。まあ、とりあえず、このようにね、パリ・サンジェルマンの状況は弱いという感じですので、マドリーはこれを理解していることから、今のところエムバペの獲得に関しては、この夏積極的に動いてはおりませんし、経済的な側面からいくと、マドリーがね、積極的にエムバペの獲得に動くのは、マジでメリットがないという感じですので、パリ・サンジェルマンはマドリーに対して結構敵視してたというか、マドリーには絶対売らんみたいなスタンス取ってましたけども、まあ最終的に、あ、ペレスさん、エムバペとかいらないですか ?1 億2000万ユーロ、1億5000万ユーロとか、1億2000万ユーロぐらいのあたりの値段で買ってくんないですかねみたいな電話を送ることになるんじゃないかなと思います。ケライフィー君のね、これまでの行動を見ると、マドリーのね、ペレジーに対してかなり敵意むき出した感じだったから、まあさすがにそういうことはないだろうけども、まあ多少の屈辱は受けるのかなと思ってしまいました。まあこればっかりはしゃあないので、ケライフィー君頑張れって感じです。ちょこちょこね、パリ・サンジェルマンの歴史を、まあ、話している上で振り返りましたが、まあ、ここでね、直近の成績の方をしっかり振り返っていきますと、エムバペの獲得は、最終的にチャンピオンズリーグを優勝できておらず、まあ、チャンピオンズリーグ決勝に行ったりね、まあ、グループステージでマドリーやユナイテッドを倒して、決勝トーナメントでバイエルンやバルセロナを倒したりと、結構なビッグゲームを行い、まあ、我々ファンを楽しませてくれましたけども、まあ、最終的に優勝することはできないという感じになっておりました。また、エムバペとネイマールを獲得した後に、メッシを獲得することはできましたが、まあ最終的に話題性しか集めることができず、エムバペとネイマール2人がいた時期よりも、いい成績をメッシが加入したことによって出せたかっていうと、そういうことはなく、むしろここ最近のチャンピオンズリーグの結果はあまり良くなく、最終的にメッシともね、喧嘩別れのような形で終わってしまったので、パリ・サンジェルマンは令和の銀河系軍団として、ネイマールやエムバペ、メッシなど、世界的なスーパースターを獲得し、チャンピオンズリーグで優勝することを狙っておりましたが、その夢が叶うことというのは、現実問題ありませんでした。なので、まあこっからのパリ・サンジェルマンは、この事実をしっかり受け止めて、まあこの際だし、エムバペとこのような関係になってしまいましたから、エムバペをがっつり売却して、ルイス・エンリケ監督のもと、チャンピオンズリーグ優勝に向けてまとまりのあるチーム作りをしっかりやっていくしかないっていうのが、まあマジな状況なんじゃないかなと思います。まあ不幸中の幸い、ネイマールに対してね、ひどい扱いを行い、ネイマールもね、チェルシーに移籍するんじゃないかっていう状況でしたけども、ここ最近はルイス・エンリケが監督になったことから、ネイマールとパリ・サンジェルマンは良好な関係になっているらしく、もともとネイマールはね、長期契約をパリ・サンジェルマンと結んでおりましたので、なんとなく対談する感じはないでしょうし、まあ、ルイス・エンリケ監督とうまくやっているのであれば、かつてパリ・サンジェルマンで引退したいんやみたいなことも言っておりましたので、まあ、パリ・サンジェルマンはネイマールを中心としたチーム作り、ないし、ネイマールがね、いい先輩になるかっていうと、まあ、セレソンでのエピソードを見ると、めちゃくちゃいい先輩でいいキャプテンって感じはしますが、まあ、クラブでのネイマールっていうのは結構パーリーピーポーだったり、怪我が多かったり、ちょっといろんな問題を抱えてるから、こっからね、ネイマールがパリ・サンジェルマンでいい先輩になるっていうのはちょっと想像つかないですけども、パリ・サンジェルマンはネイマールとルイス・エンリケに新たなチーム作りを任せるっていうのもありなんじゃないかなと思いました。エムバペの動画なのにもかかわらず、シュゴがね、パリ・サンジェルマンになってしまったので、エムバペの話に話を戻していきますと、現状パリ・サンジェルマンはエムバペを売却に動く状況となっており、移籍金は1億2000万ユーロから1億5000万ユーロぐらいになるんじゃないかなと、俺に予想されることとなりました。しかし、具体的な移籍先に関してはまだ話してなかったので、ここから具体的な移籍先について考えていきますと、エムバペはプレミアリーグならリバプール、セリエ A ならばミラン、ラリーガならレアル・マドリードと、どこのクラブがお気に入りかについてたびたび口に出しておりますけども、現状マドリー以外はエムバペを獲得できる状況ではなく、実際マドリーもね、戦力的にはホセル、ビニシウス、ロドリゴ、ブラヒムと前線の選手が少ないため、エムバペの獲得というのは必要な感じはしますけども、現在経済的な側面や様々な観点から静観中という状況でございます。なので今一番エムバペの獲得に熱心なクラブはサウジアラビアのアルラヒルとなっており、サウジアラビアは彼がマドリーへ移籍したがっていることを知っているため、短めの契約を彼にオファーするという予定になっているみたいです。まあこのようにね、サウジアラビア非常に熱心に動いているみたいなんですが、エムバペがね、こっからサウジアラビアのクラブに移籍するかっていうと、まあさすがにそれは考えづらいので、まあないんじゃないかなと思われます。また、この報道を受けて、チェルシーもエムバペ獲得に動くんじゃないかっていう話になってますが、マルカ曰く、チェルシーがエムバペを獲得できるかっていうと、経済的な観点から言うと微妙ということみたいなので、エンバペチェルシー説っていうのは現状微妙ということになっているみたいです。なので、まあ、今のエンバペの状況を整理すると、ぶっちゃけサウジからしか具体的なオファーはなく、ここからオファーがないのであれば、パリ・サンジェルマンに残留するか、サウジアラビアに移籍するかしか選択肢はないという状況になっているみたいです。まあ、このエンバペ招集外問題はね、昨日今日の話なので、ここから時間が流れていけば、エンバペに対してオファーを出すクラブは出てくると思いますし、まあ、現状僕を含めた欧州サッカーファンの方々や、欧州のサッカークラブで働いている人たちからすると、パリ・サンジェルマンがエンバペに対してここまでのことをするっていうのは、誰も想像してなかったことだと思いますので、誰もね、エンバペに対してオファーを出していないっていう状況は仕方ないことなのかなとも思います。とはいえ、時間が経ったとはいえ、エンバペがね、憧れているクラブ、エンバペの行きたいクラブっていうのはマドリーというのを知ってますので、ペップとシティが彼はマドリーに行くつもりだから、彼にオファーを出すつもりはないと言っているように、他のクラブもそのように考えて、彼にオファーをしないという選択肢を取ることもありえなくないのかなと思っております。なんかこの辺のことを考えるとね、本当にパリ・サンジェルマンはマドリーにどう妥協してもらうかを交渉しなければならなそうですし、なんとなくマドリーの9番はエンバペになるんじゃないかなと考えられます。まあまたね、サウジアラビアだけでなく、まあニューカッスルとかもね、まあエンバペに対してオファーすると思いますが、まあカタールとサウジアラビアバチバチですし、まあニューカッスルがね、えぐい額をエンバペにオファーしたとしても、パリ・サンジェルマンがね、サウジアラビアにエンバペを売るかっていうと、なんかそこも想像しづらいので、まあ本当にもうマドリーがどう動くのかをパリ・サンジェルマンは待ち続けるしかないのかなと思いました。まあ以上で今回の騒動に関しては終わろうかなと思います。エンバペついに招集外。まあ本当にパワーワードすぎましたし、ここまですると本当に思ってなかったので、まあ個人的にはね、マドリーにスター選手が来るとラリーが盛り上がると思いますから、まあ嬉しいっちゃ嬉しいです。マジョルカの一回がパリ・サンジェルマンに行って、パウトーレスがね、アストンビラに行ってと、ラリーガのクラブの顔みたいな選手がどんどんラリーガから出ていってますので、まあエンバペが来ることによってラリーガが盛り上がればいいなと、本当に思っております。まあでもね、本当パリ・サンジェルマン側がね、マドリーとペレジに対してどういう対応を取るのかっていうのは結構気になってますので、まあその彼らの交渉の裏話みたいなのが出れば、また動画にすると思いますし、エンバペとマドリーのことが今後気になっている方はチャンネル登録しておくと、エンバペとマドリー、パリ・サンジェルマンの情報は全て動画になると思いますから、欧州サッカーライフ、エンバペライフが楽しくなると思いますので、チャンネル登録するといいんじゃないかなと思います。以上で今回の動画は終わろうかなと思います。それではまた配信らしい動画でお会いしましょうってことで、おい！チャンネル登録しようバイバー。